私はね、高知県の沖ノ島っていう小さな島で、そこ小学校中学校あるけども高校がない小さな島なんですよ。でそこで、5人兄弟の私4番目なんですけども、家は雑貨商と漁業とで、その村でのその沖ノ島の体験がすごくやっぱ自分の原風景だし、自分のこう人格作ってくれたとこだなっていうふうに、それは外に出てそういう都会の暮らしをする中で、いかに都会にはそういうね、例えば人との関係の濃さだとか助け合うだとかっていうようなものが本当になくなってるなって、すごくね、そういうとこにこう危機感といいますかね、人と人と助け合うっていうことが当たり前と思ってたのがそうではない、それはあえて作らないとそういうことをできないんだっていうことを、感じてましてね とにかく勉強嫌いだったんです私。で一切勉強、学校のね、学校の勉人生勉強はいっぱいしたと思うけど、学校でのああいう学科の勉強は何のためにこんなことするんやろうとか思って、全然楽しめなかったんですね。だから高校も失敗したし、大学も失敗したし、そういう面では失敗だらけなんですよ。でも勉強しなかったから結果不合格になって当たり前だっていう、そこは納得できるんですね。だから保育士資格取るのに国家試験で取ったんですけども、その時には仕事しながらの国家試験だったので、国家試験当日迎えるまでに講習っていうのが1週間あるんですね。でその講習もその仕事を休んで、夏の暑い中講習に通うんですけども、遠いところまで通ったので、それがとってもしんどかったんです。いや、こういうのを毎年繰り返すのは嫌だなって、そのためには1回で通らないといけない。でピアノも学科にあるんですけども、もちろん下宿してたので、下宿生活で自分のピアノなんてなかったんですね。で紙を敷いて、紙で。そういうふうにして、その時に本当に嫌とか言ってられへんって、夜もずっとやったし土日もやったし、その1ヶ月間はやったっていう、でそれが資格取れたんですよ。その時に、あ、私は今までずっと嫌だったことにチャレンジしてやったっていうのと、その人っていうのはここぞと思う時に力が出るんだなって、で自分にはそんな能力ないとかって思ってても、本当にもう嫌だ、これが最後だっていう時には湧いてくるもんだって思った時に、早期教育のバカバカしさ で詰め込み主義のバカバカしさ、力はどの何歳になってもね、こうしようと思った時に出てくるのになって思いましたね。職員で言えば、ここの職場がただ単なる働きやすいっていう、働きやすいっていうだけじゃなくって、やっぱりこう人間としてね、どう成長できてるかっていうとこの、そこにこう自分自身がこう常にこう成長したいっていう思いがあるので。成長するっていうとこの、じゃあ最終目的って何かって言ったら、やっぱり生きることを楽しむっていう、なんか最初やっぱり楽しく生きるって、楽に生きるって、ただ手を抜くとかじゃなくってね、こうお互いのこう成長できるこう関係性を作り上げるっていうとこの視点に立って。でいろんなことを職員会議だとか研修もそうだし、
そういうことを考える役割でありたいなっていうふうに職員の中ではそう思いますし、やっぱり子どもには本当にここの生活だけでいいから自由にね、もう遊びって楽しいっていうふうな感覚を持ってほしいなって。で、楽しいばっかりではもちろんないんですよ。悔しいとか腹立つ、それも含めてね、こう感情が動くっていうか、そういう生活を、だから思いっきり喧嘩もしてもいいしっていうのを、させてやりたいって。で、親にはそういう子供時代をね、容認できるくらいの度量をね、持った大人であってほしいって。そのために何を親たちに考えてもらうかを考えていきたいなって。常にこう役割でものを言うんじゃなくって、一人の対等な人間と人間として喋りたいですね。そうですね、保育士を目指す人にはほんまに保育士っていうね、職業は素晴らしいいい職業ですよっていう、もっといっぱい、夢を持ってほしいなって。自分夢持たなかったのに、その保育士っていうね、職業の奥の深さ、やってもやってもやるべきことがあって、でそれで感謝される人の生活の営みを一緒に営んでいけるっていう職業っていいなって言いたいですね。で、親たちにはね、評価の世界から脱出してほしいですね。で、人は人でいい、自分も自分でいいし、子供にはあんたはあんたでええでってほんまに心から思ってほしいなって。どんなやんちゃな子でも、どんな呪い子でも、その子がその子で生まれてきた、生まれた瞬間ね、あ、死なずに生きててくれてよかったって、どの親もわーってこうね、感激したと思うんですよ。それを忘れないで、その子なりで生きていくんだから、それにこう自分の夢を勝手にね、ああした方がいい、こうした方がいい、こうなってほしいとか、子供に託す夢は自分にやったらいいって。子供は子供で生きていきたいんだから、ぜひそんな欲張りの、しょうもない欲張りせんとって思いますね。